皆さんこんにちは、こんばんは、タオです。今回はパンダの穴から新しいガチャが発売されたので、それを紹介したいと思います。タカラトミーアーツパンダの穴から発売されているガチャガチャ、マウンテンタートルズです。山のようで亀のような、亀のようで山のようなと書かれていて、亀と山がなぜか合体しているというちょっと謎の生き物のガチャなんですけど、亀の甲羅の部分と山は形が似ているので、あまり違和感がなくてむしろかっこいい造形になっております。それではラインナップを見ていきたいと思います。1回200円のガチャで全部で4種類となっております。裏はこんな感じです。このガチャは確実にコンプリートしたかったので、今回はカプセルの中身を確認しながらコンプリートするまで回してきました。それでは当たったものを順番に紹介していきたいと思います。さっき開けたカプセルの中に入っていたのはエベレストオオリクガメです。袋から出してみるとこんな感じです。顔と体が別パーツになっています。組み立ててみるとこんな感じです。以前動画で紹介したヤドカリ物件ぐらいの大きさかなって思ってたんですけど、実際は組み立て式になっていて、大きさも結構あってボリュームがあります。エベレストオオリクガメは体はカメなんですけど、甲羅の部分はエベレストになっています。ボリュームがあるのでより迫力があってかっこよく見えます。造形がすごくリアルで、塗装も丁寧に作られています。こういう見えにくいところも丁寧に作り込まれています。エベレストオオリクガメは2つ当たりました。かっこよくてボリュームがあって造形もリアルに作られていて、これが1回200円で手に入るっていうのはすごいなと思います。次は当たったのは緑ワシバタケガメです。袋から出してみるとこんな感じです。さっきは組み立て式だったんですけど、この亀はこれで完成品になっています。緑ワシバタケガメは甲羅の部分がワシバタケという山が実際にあるので、おそらくその山の造形になってるんだと思います。そして山の頂上の近くにワシバ池があります。正面から見てみるとこんな感じです。造形がリアルで細かいところまで丁寧に再現されています。ひっくり返してみるとこんな感じで模様が描かれています。今回のラインナップの中ではこの緑ワシバタケガメが一番小さいサイズとなっております。次は当たったのはキラウエアカミツキガメです。キラウエアカミツキガメは2つ当たりました。組み立ててみるとこんな感じです。
キラウエアカミツキガメは甲羅がキラウエア火山になっています。頂上付近は溶岩で赤く染まっています。カミツキガメの凶暴な性格と火山の荒々しいイメージがすごく合っていて、怪獣みたいですごくかっこいい造形になっています。口を大きく開いていてものすごく迫力があります。外側の皮膚の色と口の中の色はどちらも黒っぽい色をしているんですけど、口の中は外の皮膚と材質が違っているみたいで、ツヤがあって部屋の明かりが反射して少し光っています。光っているからかもしれないんですけど、口の中がちょっとドロッとしているような感じにも見えます。体は黒い岩のような感じでゴツゴツしていて、爪がはっきり見えていたり、尻尾が長い造形になっています。ひっくり返してみるとこんな感じです。爪とか皮膚の感じとか、こういう見えにくいところもよくできています。どのカメたちもリアルな造形ですごくかっこよくて存在感があるんですけど、こうやって並べてみるとやっぱりキラウエアカミツキガメが一番迫力があって勇ましいように感じます。最後は、当たったのは日本フジヤマガメです。日本フジヤマガメは2つ当たりました。組み立ててみるとこんな感じです。日本フジヤマガメは甲羅が富士山になっています。顔はこんな感じです。体の作りはウミガメのような形になっています。私はカメといったらウミガメのようなカメをイメージするので、これが一番カメっぽく見えます。ひっくり返してみるとこんな感じです。こういうところもカメっぽい造形になっています。開封するまではキラウエアが一番かなって思ってたんですけど、実際に手に取ってみるとこのフジヤマガメが一番カメっぽくて可愛いので、個人的にはこのカメが一番かなって思ってます。カメも富士山も縁起がいいので、なんかご利益あったらいいなぁという願いを込めて、ラッキーアイテムとしてどこかに飾っておこうと思います。今回当たったものを全部一箇所に集めてみるとこんな感じです。カメとヤマが合体しているというちょっとシュールなガチャなんですけど、見た目が面白いし、どのカメもすごく出来が良くてかっこよくて、200円とは思えないクオリティなのですごくおすすめです。パンダの穴マウンテンタートルズの紹介はこれで終わりです。私はパンダの穴のシリーズのガチャが好きでよく買ってるんですけど、今回はこのガチャのことを知らなくて、私が知った時にはもうすでに発売されていました。このガチャの存在を知った時にすごいガチャを出してきたなぁと思って慌てて探しに行きました。まだ発売されたばかりだったんですけど、パンダの穴のシリーズは取り扱っているお店は結構あるので、何軒か回ったら見つかったので、そこでコンプリートするまで回してきました。かっこよくてボリュームもあって、リアルな造形で出来もよくって、それがお手軽な値段で買えますので、もしよかったら皆さんもやってみてください。もしこの動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは今回はこれで終了です。最後までご視聴
ありがとうございました。